天神52回目。今回からは新しく棚町かおるちゃんルートでございます。先輩の名字を教えていただけますか？もじゃもじゃの子ですね。もじゃもじゃの子で伝わると思うんですけども、かおるちゃんルート、中学校が同じだったんだっけ。ただ意外と分かんないのが、そのもうすっかり友達ポジション、悪友ポジションっていうのを確立している女の子だから、この子がどう恋愛に動いていくのかっていうのはちょっと想像ができないな。どんな感じになっていくんだろう。いやでもこういう子が出れていくところがまたギャップがね、ギャップが良かったりして。いつもセーターの子ですね、この子ね。ブレザーちゃんと着るのかな、寒くないのかな。あ、そんで前も開けてる、リボンもつけてない。まあヤンキーってわけではないんだろうけど、だいぶ着崩してるよねこの子は。うん、だからまあ言うならば、本当は悪友ポジションってとこも相まって、女梅原っていう、それは違うな。それはちょっと、女梅原はさすがに印象が悪すぎるような気がする。そういうことでもないな。うん、女友達ですね。はい、そんな素敵な、すごいノリのいいカオルちゃんとどう恋愛に発展していくのか。今まではね、出会いイベントは、寝てたら後ろから甘噛みされちゃうっていうイベントだったんだけど、今回から積極的にどんどん会いに行こう。さあ、それじゃあ早速、なんだか眠く、あ、そっか、俺あやつぎさんの時に一回カオルちゃん会ってんのか。じゃあこのやってない放課後のイベント、いや放課後のイベントは仲良しルートで取っといた方がいい気がする。そんじゃあどうしようか、これか。ちょっと一回見ちゃったイベントだけど、ここの出会いからスタートしようかな。後ろから不穏な気配がして、カプ？いきなり始まっちゃうよ。いきなり耳を甘噛みされちゃうっていう。はい、これでやりました。こんでイベントがいっぱい出たんで、これ。後ろからカオルに声をかけられた。同じ手は通用しないと教えてやろう。耳を噛んじゃう女友達ってどういう仲なの？それはちょっともう早くも一線越えちゃってるような気がするんだけど、カオルのやつまた来た。俺の後ろに立つなっつって、あ、カップ、これカオルちゃんはどういう気持ちなのこれ。甘いな、カオル来ると予測さえしていればこの程度なんともないぜ。なんかムズムズする。うわ、息を吹きかけてきた。エロいなこの子。ここは我慢だ、ちょっとぐらい耳に息を吹きかけられた程度で。この息、吐息、 CV、どなただっけ、あ、佐藤里奈さんか。佐藤里奈さんの吐息、おわはー、そりゃこうなるわ。佐藤里奈さんいいなぁ。見てましたよ、南家。まあそれは今関係ないんだけど。どっちが甘いか思い知ったよね。汚いぞ、カオル、息を吹きかけるなんて反則じゃないか。思春期の男の子なんだと思ってるんだ。ルールなんて決めた覚えはないわ。もう一度修行して出直してらっしゃい。じゃねー。どういう修行なんだよ、こら。まったく、あいつのいたずらは回数を重ねることに悪質になっていく。いたずらっていうかさ、 B だよね、もう B 行為をしちゃってるんだよね。次は放課後か。うん、いや、あ、でも放課後は強制イベントが来ちゃうんじゃないかな、かおるちゃんって。あ、そんなこともない。ん？あ、これはまた水曜、木曜か。そっかそっか。じゃあ引き続きどんどんカオルちゃんイベント行っていきましょう。耳カプの仕返しをしてやる。
え、大丈夫？これ逆にこっちがカオルちゃんを耳カプしたら訴えられちゃうんだよね訴えられちゃう、負けちゃうよね。法廷で青になっちゃうから、こっちにはまだ気づいていない。お、チャンス言ったるか。僕の耳へのいたずら、この場で仕返しをさせてもらう。そーっと近づいて。おいおい、カオルちゃんの耳を。わあ！あ、なるほど、脅かし攻撃か。ははは、どうだカオル。あれ？あれ？あ、ずるい。この子、え、ずるい。いきなり女の武器、涙を使ってきた。泣かれたら、泣かれたら法廷で会おうになっちゃう。もしかしてやりすぎた？ごめん、その僕。ただびっくりさせてやろうと思って。あら、カオル。バーカ、この程度で誰が泣くのよ。だろうと思ったよ。なんだ、僕は本気で。本気で？何？もういいよ。あんたは爪が甘いのよ。泣き演技に騙されたな。女の武器は涙です。はい。やっぱりあいつには勝てる気がしない。カオルちゃんったらもじゃもじゃなんだから、もう本当に。パーマかけてんのかな、テンパなのかな、どうなんでしょうかね。まあ、とにかくカオルちゃんルート始まったな。2日目、火曜日。よし、どんどんカオルちゃんイベントを起こしていこう。いたずらを して仕返してっていう、なんか不思議な仲なんですよね。あ、これ明日か。明日か。あれ、今日何にもないんじゃないかな。あれあれ、あー、ラブリー唐揚げイベントがあって、そっか、他の子たちとの出会いイベントをとりあえず消化してっていうだけになっちゃうかな。あれ、ちょっと読み込みが、あれ大丈夫かな。ちょっとうちの PS2 もそろそろ危ないような気がしてきた。だってうちのプレステ2、これもう何十年動いてんのっていうぐらい、結構初期に買った PS2 ですよ。それが未だに動いてるっていう、結構驚異的な耐久力なんですよね。本当にそろそろ限界な気がするんだよな。いや、でもその前に俺プレステ5も欲しいんだよな。見ましたか、ファイナルファンタジー7リメイクのニュース。ユーフィーのダウンロードコンテンツが PS5 限定とは、なんということをやるんだスクエニ。いやー、リメイクめっちゃ面白かったからな。いや、いかんいかん、今はカオルちゃんルートだ。ユフィちゃんルートの話はしていないんだ。それじゃあ3日目、水曜日。そうだな、 PS5 を買う前に PS2 を俺は買い替えた方がいいかもしれないな。はい、さあさあカオルちゃん、 PS2 って排気の音が結構入っちゃってると思うんだよね。排気の音が結構うるさいんだよね。うん、まあしょうがない。一応収録だからと思って空気清浄機とかは消してるんだけど、 PS2 の排気の音の方がでかいなっていうような、そんな気もしちゃう。でも言うても2000年初期のゲーム機ですからね、そりゃしょうがないよなってところで、そうこうしてたらリホコちゃんと伊藤さんとの出会いもあって、あとはそっか、それこそさえちゃんとまだ出会ってないか。はい、でも今日はちょっと、あ、来た、あ、会話イベントなんだ。会話イベントか。まあ何も出てないし行くか。カオルちゃんと会話イベント初めてだよな。カオル、何話せばいいんだろう。うん、このカオルちゃんの BGM 明るくていいですよね。
エレキギターの音がいい感じ。うん、平気だけど。じゃあ話でもしないか。あ、うん、いいわよ。カオルちゃんは同じクラスだからね。うん、あやつじさんも一緒なんだよな。あやつじさんルートのカオルちゃんがね、かっこよかったんすよ。ドッジボールイベント、あれかっこよかった、よかったな。正義感は強いんだろうな。だからよし、世間話から入ろう。無難にね。カオルは本屋で立ち読みってする？たまにってとこかな。でも雑誌をペラペラめくる程度よ。そっか、雑誌、ファッション雑誌とかかな。あー、この子は運動、食べ物。あー、この辺当たりそうだね、本当にね。あ、いや、おしゃれか、おしゃれかな、どうなんだろう。最近ハマってるお菓子ってある？あるある、あるわよ。まずは、うん、冬季限定のホワイトパウダーをまぶしたチョコでしょ。それと新発売のココア味のアイスね。よくわかんないけどお菓子のこだわり強いね。相変わらずそういうのに弱いんだ。まあね、特に限定もの、今しか食べられないと思うとついつい買っちゃうのよね。この会話を聞くと食べ物の話題が当たりやすいのかなっていうような気もするけど、どうかな。行動か。まあいいか、行動当ててみるか。カオルをじっと見つめていい雰囲気にしてみる。大丈夫？カオル。じー。カオルちゃんをね、照れさせたら勝ちですよ、こっちの。何見てんのよ。あ、もしかして私に見とれたの？あれ、なかなか一筋縄じゃいかない。あれ？違うよ。なんだ、つまんない。思いっきり照れさせたい、顔を若くさせたいですよね、カオルちゃん。娯楽、あとはやっぱ思いっきり髪の毛をワシャワシャしてやりてえわ。カオルはどんな音楽をよく聞くんだ？そうね、ロックとか J-POP が多いかな。まさにそんな感じするね。そうなんだ。やっぱりノリが良くて聞くとテンションが上がるようなものじゃないとね。ってことはやっぱりでしょでしょ。いい波乗ってんね。古いな、ちょっと古いな。いい2年ぐらい前かな、流行ったのは。いい波乗ってんねは今じゃないか。今何が流行ってんだ、あれか、わかんねえ。ちょっと何も出てこなかった。カオルって高速は守ってる？私が守ってるように見える？見えないっす。だったらそんなこと聞かないでよ。いや、でもちゃんとブレザー着てリボン止めてるカオルちゃんってのも一回は見てみたいな。校則は守っていないカオルちゃん。あれ、もうこんな時間になってる。うん、本当だ。もうちょっと襟立てってとこがまたかっこいいですよね。仕方ないよ。そうよね。じゃあ続きはまたって感じで。うん、また。いや、でも本当友達との会話って感じですよね。なんかここがだから、もう一歩踏み込むには何かのきっかけが必要なんだろうな。あ、だからそれが田中さんになってくるんじゃないかなっていう気もするんだけど。おっと、これはさえちゃんとの出会いイベントか。これで今日は帰っちゃうと思うんで、じゃあ、さえちゃんじゃねえや。七崎とも出会い。じゃあ、今日はまた明日。4日目木曜日。今日の放課後に、田中さんのイベントが起こると思うんで、それまでに会えたりする？いや、なさそうかな。そうか、あやつじさんとまだだったのか。あやつじさんとさえちゃん、と出会って、放課後よね。
めちゃってん、ああそっか、茶道部ね、ああうん、ダメダメ、めんどくさいって言っちゃいけない茶道部、あーほらちょっと読み込みがちょっと怪しくなってきた。大丈夫か、うちの PS2。 うん、茶道部の2人とのイベントがあってで、さえちゃんのイベントがあって、さえちゃんほんとここから見ると成長したよね。さえちゃんエンディングを見た後だとよりそれを実感できるわ。可愛かったなさえちゃん。うん、よし、オッケー。これで、一応強制イベントはもうほぼほぼ終わったかな。遊んで、放課後に、田中さんと。ここもスキップされちゃうと思うんですけど、まあ、田中さんが、なんか、よくわからんチャラいやつに告白されたんですよね。で、どうしようかっていうお話。あ、キスさせてくれって言われたんだっけ。田中さんが一体どうなるか。もうこっからだな、いよいよ本編は。うん、こっからカオルちゃんルート始まるな。よし、じゃあもう早く進めていきたいな。さてさて、それじゃあ、ああ、あれは、あ、七咲、僕はモテるから。はい、おやすみ。5日目、ここら辺から完全未知の領域入っていきます。田中さんいいんだよね本当にカオルちゃんルートで言っちゃいけないかもしれないけど、田中さんの魅力結構やっぱすごい。やっぱ君キスからのさ、あ違う、サマーデイズ&イエットからのゲストキャラってとこもあってすごい気になるんだよな。さてこのイベントは、今朝は少し寒かったけど、その分凛として静か。たまにはこういう冬の朝もいいな。どうか今日一日が平穏に。ガシャーンなんだ、ふざけてんじゃないわよ。え、大丈夫、おお、誰だ男子、何すんだ棚橋。それはこっちのセリフよ。喧嘩してんの、おお見えちゃう見えちゃう。騒ぎの元凶はやっぱり薫。何してんの、薫ちゃんミニスカートだということを自覚して。あんた人の気持ちって考えたことあんの、いつまでもガキみたいな真似してさ。男子へ手紙持ってるけど、もしかして直接はね、棚橋には関係ないだろ。だけどそういう陰湿なことを周りでやられてるとイライラすんのよ。え、ねえ、人を傷つけるってそんなに快感？その空っぽの頭で自分がしたことをよく考えてみなさいよ。男子へ何してたんだ。おお、ここはちょっと危ないね、止めに入ろうか。一応ね、カオルを放っとくわけにはいかない。仕方ない、カオルやめろ。相手は一応男だぞ、ね、事情も知らずに口出すんじゃないわよ。カオルちゃん、事情は知らなくても現状は知ってる。喧嘩早いな、一体どうしたって言うんだ。つかみかかってたぜ。おい、どこに行くんだ、ちょっと待って。男子、まったく何だってんだ。だよな、こんなことにいちいち目くじら立てんなっての。なんかクラスで嫌がらせとかしようとしてたんじゃないの、あの男子たち。カオル、一体何があったんだよ。怒ってんな。あ、狂犬やな、カオルちゃん。そんなとこ蹴ったってどうしようもないだろう。おパンツ見えそうだったぜ、さっき。あれ、男子家からは完全に見えてたよ。稽古の手紙を回し読みして笑ってたのよ。あ、そうなの、田中さんの手紙を回し読み。うん、一生懸命書いたのよ、何度も何度も。ラブレターの返事ってことかな。私に聞きながらさ、うん、めちゃくちゃなこと言われてもやっぱり好きだからって
心を込めて。そうだったんだ。最初は我慢しようと思ったんだけど、あいつらの笑い声を聞いてたら。田中さんかわいそうに。ああもうそしたら我慢できなくなっちゃって爆発しちゃったんだ。なんであんたが謝るのよ。それを知っていたら僕は止めなかった。いいって、どっちにしろあれ以上言うつもりもなかったし。うん、それにあんだけやっておけばちゃんと考えるでしょ。考える？何を？稽古のこと。どうだろうな。稽古の相談って告白したのに彼が返事をくれないってことだったし。 あ、そうだっけ。田中さんが告白をしたのか。返事をくれない。え、でもその返事これでバッチリ解決でしょ。あ、そうだそうだ、あ、ごめんなさい、いろいろ勘違いしてた。返事をくれないのにキスだけさせてくれみたいなことを男が言ってきてどうするって話がこの前の放課後イベントだ。でその田中さんの手紙を回し読みして笑ってたから、カオルちゃんがふざけんなこの音なったと。何その顔。僕はもともとこういう顔だ。じゃあその表情の意味は。確かにちゃんと考えるのかもだけど、方法としてこれで良かったのかだ。というか、まあ、いいんじゃない。同じクラスだから。私もちょっとスッキリしたし。田中さんも完全に見てたよね。お前がスッキリしてどうすんだ。良くも悪くも結果待ちか。そう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 。でもな。何考えてんのよ。大丈夫大丈夫。不安だ。そんな回し寄りするような連中、田中さんなんで好きなのかな。明日のイベント来てきた。なるほど、カオルちゃんは敵に回すと恐ろしいですね。じゃあ一個出てるのは渡り廊下にカオルがいる。これ行ってみようか。やっぱり今日のあたりはあの定食だったみたいだ。あの値段でここまで満腹になるとは思わなかった。教室に戻って一休み。カオルじゃないか。あんなところで何をしてるんだ。一服してんじゃない。タバコ吸ってんじゃない。いやタバコ似合いそうだな。ダメだけどね、ダメだけどね。なんだあんた。ぼーっとしてどうしたんだ。空を見てたのよ。柄にもなく随分と風流だな。まあね、私寒いのは嫌いだけどこの季節の空は好きなんだよね。うまく言えないけど澄み切っててやけに高く見えるなって、終わり終わり。空の感想終わり。まったく気分屋だ。ねえ、そんなことよりもさ、あんたと私の関係ってなんだろうね。え、何何、急に突然そんなこと聞かれても。ずっと考えてたのよね、私たちってどんな関係なんだろうって。どんな関係。高校に入ってからも中学の時とほとんど変わってないじゃない。そうだな。つかず離れずでふわふわしてる。つかず離れず、中途半端な感じ。それなら悪友ってとこじゃないか。それ以上でもそれ以下でもないだろう。まあそんな程度よね。分かってた。カオルのやつ何が言いたいんだ。それで。だからさ、そろそろ少しくらいの変化があってもいいと思うんだ。変化。稽古だっていろいろ考えてるのに私がぼーっとしたままってのもなんかね。それで変化ね。そうそう、二人の関係が変化していく。そういうのは悪くない。そういうのも悪くない。別に僕たちには必要ないだろう。いやー、ここは上行きたいな。そういうのも悪くないかな。でしょ。お、一気に上限解放入りましたね。でも今更どう変えたらいいかなんてわからない、そうなんだよね、付き合いが長い分ね、難しいですよね。長い付き合いってのも考えものだ。確かに。でも例えばだけど、
あんたはこうしたいとかないの？こうしたい、まあただでさえ耳を甘噛みする中ですから、うん、特にこれといって、だってそんなこと考えたことないし、うん、そんならいいわ、その辺は私が適当に考えてみる。え、わかった。どうせやっぱり今の話はなしなんて言ったところで無駄なんだろ。そうね、だったら好きにしていいよ。うん、そうするわ。先が思いやられる。いつもの気まぐれで終わってくれれば楽なんだけど、なんか面白そうな話になってきましたね、これまたね。どういうことなんだろう。あー、会話イベントがめっちゃ増えた。あ、カオルと田中さんが立ち話をしている。田中さんちょっと心配ですね。悪い男に騙されてるって。ん？あそこにいるのってカオルと田中さん、もしかして例の件の話かな。そっか、そういうことだったんだ。うん、本当は顔でも蹴り飛ばしてやろうと思ってたんだけどね。稽古のために机で我慢しといたわ。机ありがとうっていいのかな。でも返事とかはまだなんでしょ。うん、あー、返事まだ来てない、例の男から。さっきも廊下ですれ違ったんだけど、私避けられてるみたいで。あー、こんなに可愛い子なのに田中さん、ザ普通っていうところがね、田中さんはたまんないですよ。あ、でもあの人だって悪気があるわけじゃないと思うの。あんたね、人がいいにも程があるよ。本当にね。あ、こんにちは。こんにちは。あんたもしかして聞いてたの？立ち聞きしてました。聞こえたが正しくだね。カオル、お前の声が大きいんだよ。そこを聞かないのが男でしょ。何、無茶を言うな。あ、そうだ、聞いてたならわかるでしょ。あんたは今の話どう思った？その男やめた方がいいと思う。あっきりしないなって。だよね、やっぱもっとガツンとやっとくべきだったかな。二人で締めちゃいましょうよ、あんな男。他に残ってる手段というと、直接聞くか誰かに聞いてもらうか。ううん、平気平気、私もうちょっと待ってみるから。おお、それでいいの？私こう見えても我慢強い方だから。田中さんのけなげさが、けなげさがなんだか。私行くね。危なっかしいな、大丈夫かな。稽古、何かあったらすぐに言いなさいよ。うん、分かった。言えなそうなタイプだな。田中さん心配だわ。何？バッチリ解決したんじゃなかったのか。そのはずなんだけどね。男絡みは難しいね。今何考えてる？何にも。本当に？本当。ぶん殴ろうとか考えてない？僕に隠し事をしたって無駄だぞ。ろくでもないこと考えてるだろう。私にとってはろくでもなくないの。闇討ちだ、闇討ちしてやろう。さてと、じゃあ私も行くわ。おい、まったく、これ以上僕が口を出すのもな。仕方ない、あとはカオルに任せるとするか。だいぶカオルちゃんに振り回される感じになりそうですね。今回の主人公は完全にやれやれ系主人公っていう感じなのかな。6日目土曜日、もうアタックができるんで、アタック、カオルちゃんにアタック、どんな感じになるんだ。リホコアナか。リホコちゃんが穴にはまっている、見捨てよう。ごめんリホコちゃん、もう一ターン分だけ待ってね。リホコちゃんルートで助けます。はい、もうしばらく穴にはまってもらっておくとして、あ、もう星イベント出てんだ。じゃあ先に星イベントを消化してから、あれ、この下に出てんのなんだ、これは今日の放課後か。うん、じゃあ先にちょっと星いっちゃいましょう。最初はやっぱ好きに行きたいですから。今の授業は眠かった、少し風にでも当たって目を覚ますとするか。ああ、
はい、カオル、どうしたの？ちょっと別に別によ、暇だから相手しようってことか？近い近い。逆、暇だから相手してあげるってこと。おう、なんで照れてんの？カオル、なんでそんなににじり寄ってくるんだ？いいじゃない、そのくらい。そこまで近寄らなくても話はできるだろう。いいから少し離れろって。別に問題ないでしょ、こうしてた方が仲良さそうに見えるし。なんでちょっと顔赤くしてんだ？あれあれ、ちょっとちょっと、いや見えるかもしれないけど。そんなに照れなくてもいいのに。照れてないって。それどころか近すぎて逆に話しにくい。そんなことない。うわバカ、近すぎるって。めっちゃ積極的に来たじゃん急に。もうテレヤなんだから。いやテレヤとか関係なく、これは常識として。常識？そんなの知ったこっちゃないわ。おお、言ったでしょ、私二人の間に変化があってもいいって。言ってましたね。間抜けな声出さないでよ、私たちの距離のことを言ってんの。距離？何よ。そういうことならもっと別の方法があるって思ったんだよ。言い切ったわね。だってお前の言いたい変化ってこういうことじゃないだろ多分。ああ例えば。頭きた、そのうち絶対どうにかしてやるわ。怒られるの？話は最後まで。あいつ一体何がしたいんだ。なんか今のはちょっとしたこう色仕掛けではないけど、うん、近寄って意識させようみたいな感じだったのかな。でもカオルちゃんがブチ切れてどうにかしてやるっていう。ほうほうほう、なかなか愉快な子ですね。んー、じゃあちょっと今会話イベントしか出てないんで会話をちょっとしてくるか。はい。いやもっとカオルちゃんをがっつり照れさしたいな。ここのアタックを有効活用していきたい。え、うん、あんたかどうしたのよ。カオルちゃんのさ、この手難しいよね。この中指と薬指くっつけるこの手、これやってみると結構ちょっと釣りそうになるんだよな。ああちょっと話でもしようかと思って。話？うん、どうして急に関係に変化をつけたいなんて言い始めたのかなって。別に深い意味はないわよ。そうなんだ。ねえ、それよりさ、どうせ話すんだら本当に深い意味ないの？楽しい話にしようよ。それもそうだな。でしょ。じゃあ、あ、娯楽はいいよね。あ、娯楽おしゃれ。あ、おしゃれも当たりそうだな。この前漫画の読みたい感だけいくら探しても見つからなくて。ああ、あるある、そういう時ってほんとイライラするわよね。まあそうなんだけど、んその漫画カオルに貸してなかったか。え、ああ、もしかしてあれのこと。味見係長、多分そう。あ、今度持ってくるわ。カオルちゃんに漫画貸してたんだ。運動が当たる。言っとこ、運動。カオルの得意なスポーツって何？何でもそれなりにって感じね。やっぱ運動神経いいんだろうね。私いい運動神経してるらしくてさ、昔からある程度は何でもできるのよ。そりゃ羨ましい。いいでしょ。うんうんうん。ここは何だろうな。普通に世間話にしとくか。あれ外しちった。娯楽とかの方が良かったかな。あ、4ターン目行動が当たる。じゃあここで行動行って5ターン目でアタックいけるでしょう。行動、カオル、何？
前から思ってたんだけど、カオルの髪って柔らかそうだよな。ふわっふわしてるもんね。うん、そうかもね。なんならモフモフしてみる？お、カオルちゃんモフモフしたい。うん、モフモフ。モフモフ。じゃあちょっとだけ。モフモフ。モフモフ。いや、柔らかくて気持ちがいい。どう？いい感じだ。そっか。これだけモフモフしてるとやっぱパーマかけてんのかな。モフモフヘア素晴らしいわ。あ、そんでアタック、ナイスアタック。カオルちゃんとのアタックって本当何すんだ。カオル、ちょっと聞きたいんだけど、ん、お前って好きなやつとかいるのか。お、恋バナ。そうね、教えてくれたっていいだろう。いや、じゃあさ、え？え？近い。おい！あんたにはいるの？好きな子。この距離で何を聞いてくんだ。え？な、え？いやーちょっとアグレッシブすぎるぜ、カオレちゃん。なんで抱きついてきて。いないよ。おいおいおい。ちょっとチェリーボーイを舐めすぎだぞ、これは。近すぎるって。ストップ、お前何をするつもりだ。いいこと。始まっちゃうよ、子供ができちゃうよ。いいことじゃないよ。うるさいよね、暴れんじゃないの。カオルちゃん。抵抗したって無駄よ。いや、だから。嘘だろ、ちょ、え、え、今なんだか柔らかい感触があった。一瞬チューしちゃったんじゃないの、カオル。バカ、あんたが暴れるから本当に触れちゃったじゃない。いやいや、お前がそんな近寄ってくるから。冗談のつもりだったのに。冗談のつもりでハプニング中。始まっちゃった、子供ができちゃった。いや、でもそれは初めてだったのよ。ご解任です、おめでとうございます。ごめん。こんな形でのファーストキスですよ。仕方ないわね。じゃあ今のはなしってことで。なし。ノーカウント、ノーカウント。あんたも。いや、でもそれでいいでしょ。赤面のカオルちゃん見れた、かわいい。それじゃあね。いや、やっぱね、ガンガンに攻めてくるけど、やっぱ一個一線を越えるとすごい弱いっすね。そっか、その防御を崩してから。いやー、チューしちゃったよ、いきなり。へえ、いいじゃん、カオルちゃん。お、ちょっと続けてどんどんアタックしていきましょうよ、これ。まあもうこの強制イベントはいいから。ん？あ、はいはい、うちのクラスで誰が好きってやつ、なんだっけ、うちのクラスで人気者、一番人気の女子。なるほど、これはね、やっぱカオルを押していきたいですね、今回はね。どっちとも言えないわ、ちょっと、そうね、田中さんだと思うから。カオルを押していきましょう。僕は実はカオルかもしれない。カオルって意外と世話好きだし、男女問わず誰とでも仲がいいからね。遅刻とか素性に問題はあるんだけど、人気があるのは間違いないと思うんだ。だからうちのクラスで一番人気といえばカオルだよ。人気は確かにありそうだな。だからあれでしょ、いわゆる童貞に優しいギャルみたいなことでしょ。あ、でもまさにそうだな。あ、ナイス目撃。よくここ見てくれたね。バッチリです。いやー、童貞に優しいギャルのカオルちゃん。いや、でもギャルって感じでもないか。ここに出てるイベントが放課後だから、そうね、とりあえずじゃあ昼休みもアタックしに行きましょう。
ちょっとさっきのアタックの続きがすごい気になる。ああ、いいところにいるじゃない。カオルちゃんたらまた難しい手の形しちゃって。今ちょっといい？ちょうどあんたと話がしたかったのよね。え、どうしよう。うん、大丈夫だよ。よかった。うん、おしゃれが当たりますね。おしゃれ。カオルはもう今年の冬服は揃えた？うん、当然よ。お前にしては準備がいいな。え、これくらい普通じゃない？人気のお店の新作コートなんて9月には完売御礼よ。早いね。うん、秋頃にはプレミアもついてたりするわよ。めぼしいものは早めに手に入れる、これがおしゃれの鉄則ね。あ、やっぱじゃあカオルちゃんおしゃれにはだいぶ興味津々というか、ここも食いつく話題なんだろうな。運動、あ、ここは娯楽か。よし、じゃあ娯楽。うん、娯楽とおしゃれって感じじゃないかな。カオルってテレビは見る方？そうね、結構見る方だと思う。うん、テレビと雑誌は情報の発信源だから、やっぱチェックしておかないとね。あ、そうなんだ。あんたもそういう情報のチェックはサボらない方がいいわよ。うんうんうん、まあ、お姉ちゃんみたいなこと言うね。で、ここか。ここが難しいんだよな。おしゃれ、おしゃれ行ってみっか。あ、当たった。おしゃれだ。カオルっておしゃれに気を使ってるけど、どこでそういうのを調べるんだ？お、ほとんどファッション雑誌かな。じゃあリボン外してちょっとボタン開けて襟立ててんのも何のと言っても、何の影響なんだろう。買ってるのは一冊だけ、あとは立ち読みでペラペラ眺める程度ね。ファッション雑誌なんて山ほどあるから、全部なんて買ってらんないって。高校生の財布には限度があるのよ。小悪魔アゲハじゃない。黒ギャルになるカオルちゃんか、ありだな。そうだな。4ターン目はちょっと行動、いや、おしゃれ、いや、あ、いや、行動、どうしよっかな。ここちょっと難しいな。世間話、勉強、運動、あ、運動、あ、しまった、しまった。世間話かな今の。あー、ごめんなさい、ここで外したのは痛かった。あ、勉強、アタックできなかったな。いや、アタックしたいな。アタックしたいなって思っちゃってるぐらいには、もう俺カオルちゃん好きじゃん。俺もうカオルちゃん中毒やん。どうして持って帰るの？カオルちゃんの魅力分かってきた気がする。なんか、何、教科書持って帰ってない？宿題とかやるから。それとも他に何かあるの？置いてんってんだ教科書。お前大物だな。そんなことないわよ。宿題をやるからって大体やってるよ。そっか、やっぱりそうなんだ。想像以上の答えだ。うん、ねえ、そろそろチャイムが鳴るんじゃない？そうだね、なんか話の途中な感じもするけど、続きはまた今度にしよっか。うん、まあ会話イベントたくさん出てるんで、まだまだチャンス狙っていきましょう。よし、次だ次。あ、で放課後はこれか、こっち行った方がいいよな。ん、あー、どっちでもいいのか。帰ろうと思ったのに誰かに呼び止められた、カオルに呼ばれた。でもまあカオルに呼ばれたがちょっと期間がギリギリだから、先にこっち行っとくか。はい、田中さんのことかな。ふわー、これでやっと今日の授業も終わり。毎日昼休みからが長い。ねえねえ、ん、カオル、どうかしたのか？うん、ちょっとあんたにお願いがあるんだよね。お願い？ダメかな。別に、よ、どうせ暇だし。 Thank you。 あー、でもここじゃちょっと。ほう、まあね、パパ活か。パパ活なのか。
うん、そうしてくれると助かるわ。はい、校舎裏お願いって。うん、稽古のことなんだけど。あー、田中さん、ちょっと相談に乗ってほしくてね。そういうことか。悪いわね、何度も何度も。いやいや、僕も気になってるから。そう言ってくれると思ってた、さすが。 Thank you。 じゃあ早速なんだけど、うん、あんたは稽古の好きな人のことをどう思う？好きな人のこと？え、何これ、ちゃんと答える、適当に答える？ちゃんと答えるよ。男友達としてなら悪いやつだとは思わないけど。そっか。じゃあ次、例えばあんたが稽古から告白されたらちゃんと返事する？田中さんルートっすか？え、ちゃんと答えるよ。当然だろ、真剣に告白してくれたのなら真剣に答えて返事をするよ。そうね。詳しくはサマーデイズ&イエットの最終回をご覧ください。あの時は田中さんじゃなくて佐藤さんだったっけ、鈴木さんだったっけ。できることなんてないのかな。ないってこともないけど。何？いいアイデアでもあんの？何これ、さっきから、え、これ全部いい加減に答えるとどうなんだろう、愛想つかされちゃうんじゃない。ちゃんと答えるよ。お前が立ち会った上でもう一度告白するってのはどうかな。立ち会い、それいい、すごくいい、デリシャスよ。デリシャスどういう意味だよ。美味しいだろ。小さいことは気にしないの、意味合い的に合ってればいいのよ。いや、意味合いも合ってない。そうと決まれば早速行動ね。ほう、ただの思いつきだぞ、本当にやるのか。当たり前よ、女は行動力が命なの。そんじゃね。カオルちゃん立ち会いで告白、もしかして軽はずみだったかな。でも他にいい考えなんてない。選択肢めっちゃ出てきたけど、全部ちゃんと正確に答えたけど、ああやっぱここでね、はあはあはあ、適当に答えるルートがあるんだろうな。いやでもそれは間違いなくバッドエンドになっちゃうだけだと思うんだよね。ちょっと田中さん心配だな、あの子大丈夫かな。7日目、日曜日。この週は何にもないんで、とりあえずお宝本でも読んでよ、小悪魔アゲハでも読んでよ。あれは全然お宝本でも何でもないと思うんですけどね。いやー、でもこの優しいギャル性癖に目覚めちゃいそうだな。カオルちゃんのこの魅力がだんだん分かってくると、これはねやっぱちょっと虜になっちゃう。意外や意外、魔性の女かもしれませんよ、カオルちゃんは。さあ、それじゃあ月曜日行きましょう。田中さんの告白はいつなんだろう、もしかして今日あるかな。2年 A 組もキャラが濃い。あやつじさんもいるわけだからね、ここにね。あやつじさんと梅原もいるわけだからね。2年 A 組濃いなぁ。あれ？田中さんが落ち込んでる！あー、なんかこれは、え、下のこのイベントがなくなっちゃう。なくなっちゃうけど、あー、でもどうかな、取っとく必要もないか。行こう。はい、田中さんが落ち込んどる。田中さんどうしたんだろう、元気がなさそう。田中さん、あれ、どうしたのこんなところで。あ、私ね、振られちゃった。さっきカオルと一緒にもう一度告白しに行ったんだけど。さすが、行動、女は行動が早い方が。やっぱり私とは付き合えないって。そうなんだ。あー、でもね、これで良かった気がするの。でも俺もその方がいいと思うよ、あれはろくでもない男ですよ。今の私には友達、あら、カオルの方が大事だって思えたから。あら。これはまさかの田中さん×カオルちゃんっていうコミックゆり姫始まりましたね、これ。あ、それと
ありがとう。え？カオルが言ってたよ。今回の作戦はあなたが考えてくれたんだって。やっぱりあれやったのか。まあ途中でカオルが暴れ始めちゃったから大変だったけどね。暴れ始めた。容易に想像できる。ただ掴みかかったのかな。あのね、カオルはすごくいい子だよ。うん、知ってる。だよね。中学からの付き合いだっけ。あいつそんなことまで話してるの？うん、頼りになる相棒だって。相棒か。ああ、私もこんな彼氏が欲しいな。彼氏？うん、なんでもない。おい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 、な、あれ？それじゃあまたね。田中さんが可愛いなんだこれ。ああ、田中さん。はあ、でもそっか、振られちゃったか。いや、振られて正解。大丈夫だよ。うん、田中さん最後に物騒なことを言っていたなこんな彼氏が欲しいって。いい雰囲気だったじゃない。おわ、カオル、お前見てたのか。当然、この両目でバッチリとね。まったく。ケイコ、なんか言ってた？お前が暴れて大変だったって。え？物は投げる、相手をボコボコにするわ、てめえも当てられなかったって。そんなことしてないわよ。少しくらいは似たようなことはあったかもしれないけどさ。そう、冗談に決まってんでしょ。あ、冗談なの？信じちゃったよ。普通に嘘だ、絶対やってる。しかしお前まだ世話焼き癖が抜けてないんだな。ううん、普段はやってないわよ。でも今回は特別。ああ、田中さんだから。まあね、相手が稽古だったからね。ほんと仲いいんだね。何よ。まさか田中さんも相談した相手がキビト中の核弾頭と呼ばれてたことは知らないだろうな。そんな風に言われてたの？キビト中の核弾頭、棚持ちカオル。やることなすこと全てトラブルに発展する。ねえ、それ長生きはしたくない？やばい、核弾頭が爆発する。いやー、長生きはしたい。それは残念。危なかった。これがもし昔のカオルだったら。カオルも高校生になって随分と大人に。うん、だから今のは許してあげる。マジか、そんなに暴れん坊だったんだ。これで。え、危なかった。マジか。しかもグーで言ってんじゃん。サンズの川を渡らせるわよ。気をつけることね。核弾頭。じゃあね。おいおいおい、田中さん、僕思うんだけど、いい子はきっと反射的に人を殴ったりしないんじゃないかな。それにしてもカオルのやつ、少しは手加減してくれればいいのに。はあ、マジか、グーで来たよ。ちょっとびっくりだな。カオルちゃんと田中さんはどうやって仲良くなったのかな。じゃあここはまあ会話イベント言っときますか。まあ田中さんが振られちゃったのはね、仕方ない。あれは男が悪かった。世間話。よし、ここのところずいぶん寒くなってきたよね。そうね、もう冬って感じよね。カオルは冬が苦手なんだっけ。うん、一番嫌いブレザーを着ろじゃ朝ベッドから出るのが嫌、部屋から出る瞬間が嫌、ついでに家を出るのが嫌でも閉じこもっているのも嫌だろ。そうなのよね。ああ、早く夏にならないかな。春を忘れているぞ。いいの、私は夏が好きなのよ。うんうんうん、ここはおしゃれじゃないかな。おしゃれ。お、当たった。カオルの髪の毛ってくせ毛なんだっけ。あ、くせっ毛なんだこれ。イエス、 100% 天然ものよ。 100% 天然、結構なもんだね。じゃあ雨の日は大変なんじゃない。大変なんてもんじゃないわよ。
もうね、朝起きた時点でボリュームが 1.5 倍とかありえないから1.5 倍か、凄まじいね、うん、あ、下がっちった。あ、でもそっか、パーマかけてるんじゃないんだ、天然物か。でもそれをね、うまくファッションに取り入れてセクシーになってるもんな、さすがやね。食べ物、カオルの好きな飲み物って何？炭酸系のなら大体好きよ。炭酸、あ、でも新発売のものはとりあえず買ってみたりするかな。炭酸じゃなくても？うん、飲んでみないと美味しいかどうかわからないでしょ。この子酒強そうだな。当然女子高生に言うことじゃないけど酒強そうやな。それはそれで笑えるからいいんだけどね。お、上がったね。あー、でもここも難しい。世間話か勉強。勉強はないよな。いやでも世間話外したんでしたっけ、4ターン目の牌で。じゃあ勉強なのか。でも勉強下がるよな。じゃあ娯楽以降、食べ物、あ、恋愛、あ、行動、行動、あ、当たった、よかった。ちょっとカオルの頬を引っ張って意地悪してみるか。え、大丈夫、そんなことしてぶん殴られない？ん？どうしたの？なんとなくミョイーン、ほっぺたを。よし。よしじゃないわよ。あ、ぶん殴られた。あう。まったく、乙女の頬を引っ張るなんて失礼ね。乙女がグーで殴るなよ。あった。ああ、それについてクレームがあるならうちのお母さんまでよろしく。お母さん、そんな言いにくい人をクレーム処理に使うなよ。自制派でしょ。あ、でもよかった、上がった。よし、アタックいけるじゃない。アタック、カオル、あのことなんだけど。あのこと？うん、ああ、あれね。ハプニングキス。いいの、あれはノーカウントって言ったでしょ。ノーカウント？それとも今度はちゃんとしたいとか？いや、そういうことじゃなくて。うわ、傷つくな。違う違う、したいとかしたくないとかじゃなくて。あ、まためっちゃ挑発してくんじゃん。でもこれで実際に注意したらめっちゃ照れるんでしょ。何なんだろうな、その感じは。したいんだ。そう言われると反論できない。反論できない。しちゃう？本気か？まさか嘘だろう？なんてね。そうやってすぐ童貞をからかって。何赤くなってんのよ。言うてるカオルちゃんもかなり赤くなってるけどね。もしかして期待しちゃった？してない。したんだ。言い方いいだろ、どっちでも。したいならどうぞ。え、あ、またこんな挑発してきて、うん、本当にいいのか。いや、そうじゃなくて、カオルとはいえ女の子にここまで言われたんだ。え、マジ？行くしかないだろ。マジかよ。というか教室やぞ、教室。田中さんも梅原も安井さんもいる、この教室は。じゃあ行きます。おいおい、マジか。あ、やられたよ、また。もう行きます。だってかっこ悪い。いすけ、行きます。カオル、結局期待してんじゃない。悪かったな。ううん、そういうんじゃなくて、あんたも男の子なんだなって改めて思った。男の子？それってバカにしてるのか？してないわよ。いや、でもそっか。それじゃあね。そういうことだよね、カオルちゃんがこの主人公を男として意識していくっていうお話になっていくんだろうな。うん、いいじゃない。さてさて、そんじゃあ引き続き会話イベントがたくさん出てるんで、
うん、放課後もアタックしたいけど今日放課後イベントあるんだよな。まあいっか、じゃあもう一個当てに行こう。薫、もうこんだけ教室でイチャイチャしてたら、うん、どんだけ噂になってるか。なんだ、今度はあんたの方からくっついてくるかと思ったのに。てか薫ちゃんはくっつくのは伊助くんだけなのかな。他の男子にもこういうなんかボディタッチみたいなことはしたりするのかな。どうなんだろう、嫉妬しちゃうよ。梅原にしてたら嫉妬しちゃうよさすがに。ごめん。それよりさ、せっかく会ったんだし少し話に付き合ってよ。せっかく会ったっていうか、まあ、教室やからな。うん、 Thank you。 Thank you。 あ、ここは世間話。はい。ねえ、ん、いつになったら暖かくなんのよ。いや、そんなこと言われても。寒いのに飽きた。そんなこと言われてもまだ冬は始まったばかりで、これからどんどん寒く。じゃあさ、あんたが春を連れてきてよ。お、意味深だね。よろしく。カオルちゃんに春を連れてくる。僕が帰ってくるのは3月になるぞ。それじゃ意味ないじゃない。いやー、できればね、クリスマスまでに春を連れてきたいですね。あ、下がっちった。マジか。食べ物いっとこうか。うん、カオルは甘いものは好き？うん、大好き。あ、でもある意味では嫌い。ある意味？だって食べ過ぎるとほらね。はあ、なるほど。魅力ありすぎなのよね。やっぱサイちゃんみたいにそううまくはいかないよね。太っていく分全部胸に行くっていうような。え、下がっちった。あれ、運動、おしゃれ、あー、どっちでも良さそうだけど、まあおしゃれ、おしゃれいっとくか。やば、下がりまくってる。カオルはこの学校の制服って気に入ってる？うん、何気にね。うん、こうやってラフに着るとかなりかっこいいのよね。ラフすぎる気もするんだけど、僕もカオルに似合ってると思うよ。あ、やっぱり？お世辞もほんの少し入れたけどね。うん、なんか微妙に引っかかる褒め方だけど素直に喜んでおくわ。お、よかった。似合ってるって思ってるのは本当だよ。そっか、 Thank you。 Thank you が口癖なのこの子。 Thank you。 うん、あ、運動、運動ね。運動当てに行こう。これは普通に上がるんじゃないかな。地雷じゃないよね。テレビでよく見るスポーツってある？スポーツはあんまり見ないわね。どっちかっていうと見るよりもやる方が私に向いてると思うし。そりゃそうかも。でしょ。あ、上がった上がった。アタックいけんじゃん。また教室でイチャイチャしちゃおうよ。田中さんいや梅原に見せつけましょうよ。ついでに綾辻さんにも見せつけましょうよ。風紀を乱そうぜ。やっぱり意識しちゃう。思い出しキッス。思い出しキッスってなんだ。あんた顔に出てるってば。ほう、嘘だろ。ううん、もろバレ。じゃあ私はいたずらされないうちに戻ろうかな。そんなことしないってば。そんなことってどんなこと？ああ、思い出しキッス。あんたの考えてることなんてお見通しよ。ほう、じゃあね。いやー、調子に乗ってるな。男の力を見せてやりたいな、カオルちゃんにな。ただね、相当カオルちゃんも意識してると思うんだよね、この感じ。いやー、あ、で放課後はイベントが1個出てるのね。帰ろうと思ったのに誰かに呼び止められた。うん、これ行きましょうか。さて、そろそろ帰ろう。あれ、あんたまだ残ってたんだ。カオルこそ珍しいな。今日はバイトじゃないのか。そうだよね、ファミレスのバイト。うん、バイト。え、今日は入りの時間が1時間遅いだけ。そっか。ねえ、もしかして暇してる？だったら少し話でもしようよ。
そうだな、別に構わないよ。そう、じゃあちょっと失礼。ファミレスのこともね、いろいろ知りたいんすよ。さえちゃんの時にね。え、お前何してんだ。え、座っただけじゃない。どこに。この場合は座った場所が問題だ。あんたの膝の上に座っちゃいけないの。膝の上に座る、いけなくはないけど。どうせ二人きりなんだし、どこに座ったって私の勝手でしょ。子供ができちゃうよ。カオルの感触が直で、うん、直で。そうだよね、これもあれの一環なのか。ピンポン。あー、関係に変化をつけるっていう。カオル、何こういうのはもうやめにしないか。どうして。どう考えたって不自然だからだよ。そう、そうに決まってるだろう。別に付き合ってるわけじゃないんだし。本人たちがいいならいいじゃない。いや、それともあんたがこういうの嫌なの。嫌じゃないけど。だったら OK ね。嫌じゃなくても意識しちゃうんだよ。あら、素直じゃない。いやー、お前は平気なのかよ。ん、彼氏でもないやつとこういうことしてさ。あんたね、私が本当に平気だと思ってんの。あれ、私だってドキドキしてるわよ。ドキドキしてんだ、自分から仕掛けといて。そっか、そうだよな。いいよ別に。女の子か、カオルにもこういう面があったんだな。不思議な感じだな、自分から仕掛けてきて。え、なんだかいい匂いがする。ねえ、なんだよ。別に。え、胸くらいなら触ってもいいよ。いや、何を言ってんだお前。あんたならいいよ。これどういう関係なの。いや、それは。あ、ガラガラガッシャーン。いてててて。え？大丈夫？お前な。かっこ悪。何、なんか崩れ落ちちゃった感じ？あまりにも動揺して。カオル、なんかさ、私たちにはこういうの似合わないよね。そうね、カオルちゃんはね、さすがにちょっと無理してる感あるよ。おっぱい触らすのはどうなのよ。そうだね、胸触りたかった。触りたかった。いや、ちょっとそこは運でしょ。で、私に突っ込まれなさいよ。お前の手口ぐらい分かってるよ。カオル、僕さ、こうやって関係を変えることに意味なんてないと思ってたけど。けど無理に関係を変えなくていいってことが分かっただけでもよかったと思う。うん、そうかもね。うん、じゃあ私バイト行くね。お客さん相手に暴れたりするなよ。大丈夫、客が私にちょっかい出してこない限りは。ね、あそこのファミレスどうかな。じゃあね、また。そっか、あいつどこまで本気だったんだ。どうなのかな、まだちょっと正直カオルちゃんの底の部分が見えてこないっすね。いやー、ドキドキもんだな。9日目火曜日、あとはアタックイベントが出てるんで、放課後だな、放課後に誘いたいんだけど。ん、あ、森島先輩がね、高嶺の花になってしまったところで、3つ、あ、ん？なんか1個。昼休みか。明日までなんだよな、会話イベントが。だから今日明日の放課後を誘うとして、まあ1個はじゃあ、テラス。これをちょっとアタックしてみるか。うん。お、ここはスルー。おん、オンって。オンって何だったんだろう。お、ここもスルー。だいぶ埋まってきましたね。あー、おしゃれ。よし、バッチリ。
ファッション雑誌の魅力ってどういうところ？そうね、一言で言うなら好きな時間にできるウィンドウショッピングって感じ。なるほど。あとは着回し方とか色の合わせ方も覚えられるし。うんうんうん、うん、だから見てて飽きないのよね。カオルちゃんの私服どんな感じでしたっけ？なんか一回日曜日にちらっと会えた気がするんだけど、確かにおしゃれだった気がすんな。でここあれ、ここ難しいな。恋愛、いや恋愛外したんでしたっけ？食べ物、おしゃれ、あれあれ、ここなんだ、ここなんだ、あれ意外とこうエッチな気もする。エッチじゃねえのか。なんかね、カオルちゃんには意外とエッチ当たるような気もすんだよな。ちょっと行ってみよう。ロケット発射。あ、違った。違った。しまった。ここで下がっちゃったか。アタックできなかった。カオルはアクセサリーにこだわりってある？まあ、あるけど。アクセサリーのこだわりって直接値段に響くことが多いのよね。ああ、うん、前に狙ってたネックレスなんて2万円オーバーよ。そんなに高いの？そう思うわよね。それなら絶対洋服買うって。いや、カオルちゃんがやる気ならやっぱりいくらでも見つげる見つがせるだけのね、相手は見つかると思いますよ。見つがせるだけの相手、見つげる、わかんない、日本語難しい、日本語難しい。これで種馬くんタオルがのイベントが終わって、休みに、あ違う、昼休みか。じゃあこれ梅原の提案に乗る。チャイムが鳴ったら購買へダッシュ。あ、ごめん、すごいスキップしちゃった。今日も購買でパンでも買って食わないか。飯にしようぜって言われて、あ、パン買おうかって。僕は別に何でも構わないよ。んじゃ、早速買いに行くか。オッケー。で、廊下をダッシュ。大量大量。ほう、スタートダッシュが効いたな。ちげえね。あ、どうした？飲み物を買い忘れた。あ、だよ、閉まらねえな。やっほー、今日も貧相なご飯食べてる？カオルちゃん、ちょうどいいところに。ん？何？ちょっとこの100円玉を握ってくれないか？え？100円。ではカオルくん、ご主人様はアップルティーをご所望だ。悪いけど一っ走りでしてきてくれたまえ。あ、はい、かしこまりました。うむ、苦しゅうないつって素直に買ってくるわけないんだよな。梅原どうした？花町、今日は嫌に素直じゃないか。ちょっと気持ち悪いくらいに。ようそう言われてみれば。でもカオルのことだから嫌だったら嫌って言うだろうし、なんならグーでぶん殴ってくるだろうし、それよりも早く食べ始めよう。そうだね。あ、おい、なんだお前、ちょっとやばいぞ。ん？ああ。だからなんだよ。仕方ねえな、実況してやるよ。おお、頼む。手番号18、田町選手、今100円玉を大きく振りかぶって投げました。痛い。ストライクってすげえな、よくあんなところから狙えるな。お金を投げちゃいけませんなんだこら。おほ、単純なツッコミで済むとでも思ったのかしら。甘いわね。ほんと暴力系ヒロインだな。何がご主人様よ、バカじゃないのめり込んだ、100円玉が僕の頭にめり込んだその足は何のためについてんの？口を動かす前に自分で動きなさいよ。僕の頭がすごいことになっちゃった。私を足に使おうなんて8秒早いのよ。さすがキビトの核弾頭。8秒後だったらどうなってたんだ。
もちろん喜んでお使いに行ったわよ。惜しかったわね。8秒の差、騙されるな梅原。その8秒は永遠に縮まらない8秒だ。今日のところはこれで許してあげるけど、次からは気をつけなさいよね。はい。あれ大丈夫か。下手にからかうとこういう風に怪我しちゃうってことだよな。相変わらずお前には容赦なしか。まあな、いつも通りだ。あまり好ましくないいつもだな。そうでもないぞ、慣れれば退屈しないから。お前も苦労してんだな。いやーでもね、カオルちゃんにこう暴力を振るわれることがだんだんちょっと快感になってきましたね。どんどんまたこれ新しい性癖に目覚めつつありますよ。これあざが増えるたびに快感になっていくっていうね。いやー、あ、放課後ね、放課後アタック、ここ大事だな。なんとしてもちょっと当てたいんだけど、じゃあとりあえずまずは娯楽。うん、カオルは読書ってする方だっけ。漫画を読書って言ってもいいなら。漫画あんまり言わないよな。だったら読書はしない。そっか、うん、あ、下がった。世間は、いや食べ物の方が良さそうだな。食べ物は幼虫で好きなものはどれも好き。だからどれかって聞いたんだけど。だからどれも好き。そっか、それぞれに好きな料理があるからどれかなんて選べないわよ。なるほどね。ほんほんほん、世間話当たるかな。でもまあ、うん、ヒントがこれしかないから頼む、上がってくれ。そういえばもうすぐクリスマスね。うん、あんたは何か予定でもあるの。僕は今のところ何も。そっか、私と一緒ね。カオルも予定なし。別に急いで決める必要もないし、ね、ファミレスのバイトっていいの、大丈夫なの。そうだよな、クリスマスにシフト入ってないってね、なんか怒られそうだけど。4ターン目、勉強おわ世間話。勉強当たんない気がすんだけど、世間話か。よし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 、これで上がってさえすれば。カオルの趣味って何。趣味、うん、いろいろあるけど、これといって決め打ちしてるわけじゃないからね。決め打ち、そっか、言い回しが。テレビ、映画、音楽、漫画、ゲーム、それにファッションとか。はあ、ははあ、遊びの方なら何でもって感じ。うん、そうかもね。お、上がった上がった、よし、アタックいけんじゃん。放課後アタック、やった。そうだカオル、今日この後って暇。え、今日はバイトだけど。あ、バイトか。ん、何かあるの。でもバイトしてるとこちょっと見に行きたいな。一緒に帰れたらなと思ったんだけど。別にいいわよ。いいの。うん、そんなに慌てて行かなきゃいけないこともないし。そうなんだ。適当にぶらついて帰るくらいなら平気よ。じゃあ早速行こうか。そうね。おお、一緒に帰れる。ファミレス行きたいな。こうしてあんたと一緒に帰るのって久しぶりかも。そういえばそうだね。中学の頃はそれなりだったのにね。なんでだろう。高校に入ってからカオルがバイトを始めたからじゃないか。うん、そうだっけ。入ってから始めた。じゃあもう1年もう結構続いてるんだね。2年近く続いてるわけだ。実は僕もよく覚えてない、うん、ずっとファミレス。まあいいか。そうだな。それよりもこの後ってどうする。うん、少し繁華街でもぶらつくつもり。繁華街、じゃあ僕もバイトの時間まで付き合うよ。Thank you。Thank you。あ、ん？ねえ、ちょっとあそこの露店見てもいい？露店？もしかして気に入ったのでもあった？あ、何？あ、見てこのキーホルダー、すっごく可愛くない？完全に校則違反のコート着てるね。
カオルちゃん、何キーホルダー、なんだこれ、キューピーみたいのが2つくっついてるキーホルダー、なんかちょっと気味が悪いんだけど、なんだろうこれ。うん、どう、呪いのアイテムじゃないの、僕にはあれにしか見えないんだけど。何赤くなってんのよ。え、何あれって、だって見たままの感想を聞いてるのよ。見たままね、えこれはリアクションしにくい、可愛いんじゃないか、微妙だと思うぞ。こっちのウサギはどうだ、え今の、え何あれって、あーなんか頭が尖ってたからおっぱいみたいなことかな。想像力たくましすぎんだろ、微妙だと思う。でもまあカオルちゃんが気に入ってんなら可愛いんじゃない。本当にそう思ってる？あれ嘘は通じない、もちろんだよ。いい加減に言ってる。わあ通じねえわ。だと思った、これってあんたの趣味じゃないもん、うん、よくわかるな。私くらいになれば楽勝よ。ああだったら聞くなよ。さあじゃあ次のとこ覗いてみよっか。まだ行くの？付き合うって言ったのは誰よ。誰だろう、あんたでしょ。僕、うわまたぶん殴られた、マジか。鮮明にすごいな、この子の左フック。はあ仕方ない、こうしてカオルのバイトの時間まで露店を冷やかしにし露店を冷やかして回った。それにしてもこんな時間から働くなんて大変なことだよな、カオルも頑張ってるんだな。あ大丈夫かな、本当お客さんぶん殴ってないかなこの子。いやーすごい殴ってくんだね。おっとリホコちゃんが知り合いへ、そっかもうそんな時期か。じゃあ明日多分カオルちゃん憧れに入るんじゃないかな。星ももうゲットしたし、いろいろ条件は満たしてると思うんで、うーん、あとは今日の放課後のアタックをしたいな、決めたいなっていうところだな。うん、さてカオルちゃん、今日も思う存分ボコボコにぶん殴ってくれ。もう目覚めちゃってるじゃない、新しい性癖に。まあ、他は特にイベントはもうなんもないですね。あ、これ100円玉、このマークあれか、ぶん投げてきた100円玉か。あ、頭にめり込んじゃってたもんね、完全に頭蓋骨陥没しちゃってたけど大丈夫なのかな。いやでもそれぐらいのタフネスさを持ってないとカオルちゃんとの付き合っていくのは難しいのかもしれないですね。頑丈さ大事ですよ、頑丈さ。さて放課後、ここで決めたいな。さあ会話イベントです。カオル、あら奇遇ね。奇遇っていうかまあ教室だけどね。あれから田中さんの様子はどう？ん？ああ変わりないわよ。ほう、心配しなくても大丈夫、稽古は何気に打たれ強いから。うん、カオルちゃんが近くにいてくれることも心強いんじゃないかな。それが聞きたくて私を呼び止めたんだ。それにあれは男がちょっと悪いから、ただ恋がしたいだけのお年頃だったっていうのもあるんじゃないのかな、田中さんは。うん、そうなんだ。うん、うん、私は別に。どうしよう、田中さんがカオルちゃんのこと好きになっちゃったら、それはそれでありなんだよな。いいと思います。さあ1ターン目はスキップ、3ターン目ぐらいまではスキップいけるんじゃないかな、これ。ああ、さ3ターン目、恋愛 or エッチ。難しいところだな。いやエッチはね、エッチはね、恋愛危ない。あーダメだった。エッチが正解、今のエッチが正解か。ここは娯楽、食べ物、おしゃれ、恋愛、エッチ。わかんねえ、わかんねえけど、どうしよっかな。恋愛、恋愛、恋愛行ってみるか。
ロボ当たった、当たった、よし。運命の赤い糸なんて言うけど、カオルはそういうの信じてる？ううん、全く信じてない。そうなんだ。だってそんなのがあったら未来が決まってるみたいで面白くないでしょう。ほうほうほう、よし、上がった、よかった。あぶねえ4ターン目で当てたのがでかかった。アタック、ここも一緒に帰ろうじゃないの。カオルちゃん、この後って時間ある？残念、今日もバイト。すごい毎日入ってんね。また一緒に帰りたいの？うん、まあ、あれ？その言い方おかしくない？そう？僕がどうしてもカオルと帰りたいってお願いしたように聞こえるんだけど。違うの？う、違くありません。けど違うと思う。じゃあ一緒に帰らない。え？さあ、どうする？またそうやってからかって、仕方ない、お願いします、一緒に帰ってください。靴でも何でも舐めますから、むしろ舐めさせてください。じゃあすぐにカバン取ってくるわ。 S と M の関係になってくるのかな。あ、それなら僕も行くよ。カバン取ってくる、うん、教室だよここ。さあ今日も、今日は何時からバイトなんだ？ん？この間と同じ時間よ。何時間ぐらい働いてんの？3時間ぐらい働いてんのかな。3、4時間ぐらいかな、高校生だから。また繁華街でもブラブラして時間を潰そうか。うん、そうね。うんうん、ちょっとこのカオルちゃんの立ち絵全身見てみたいな。確かこの辺りから行くのよね。ん？あのお店？あのお店って何？そうそう、クレープ屋さん。クレープ屋さん、女の子の聖地じゃないですか、マオ姉ちゃん曰く。ところがあるのよね。マオ姉ちゃんと気合いそうだな、カオルちゃん。おい、平気平気、まだ時間はあるんだから。仕方ないな。放課後のクレープはやっぱり女子高生の定番か。で、どのあたりにあるって？おかしいな、こっちだったかな。お前店の場所忘れたんじゃ。うっさいわね、ちゃんと覚えてるわよ。こっちよ、こっち。やっぱり忘れたんだ。変な路地裏来ちゃったけど。ここどこ？僕に聞かれても。それよりもさ、何？お前時間いいのか？え？はあ、やば、ダッシュで戻るわよ。いや、僕はゆっくり帰る。付き合うって言ったんだから最後まで付き合いなさいよね。え？ほら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 、わかったよ。一緒にダッシュしてバイトの時間までの、バイトまでの時間を二人で無駄に過ごした。筋肉痛にならなきゃいいけど。いやー、その痛みすらも快感ですね。というわけで今回は時間的にもちょっと長くなっちゃいましたけど、この辺までにしておこうかと思います。カオルちゃんとの出会いルート、ん？出会い編でございました。もう多分次回冒頭で憧れ入ると思うんですよね。今日は寄り道してきたんだね。日々の積み重ねが大事なんだね。お土産はないの？お土産っていうか、寄り道はしたけどどこにも行けてなかったからね、結局ね。多分ね、そう、カオルちゃんの言ってたクレープ屋さんはキビトじゃなくて、キビナの方まで行かないとないんじゃないかな。カオルちゃんの場所と同じだったらの話だけど。いやー、しかしカオルちゃんなかなか癖が強い。ボッコボコにぶん殴ってきますからね。これどうなっていくんだろうね。主人公の体は果たしていつまで持つことができるのか。いやー、忍耐、耐久力ですね、ここはね。はい、今回はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。